って、まあ、散歩ぐらいだったらね外出てもいいけど、こういう歩き方すると行くわけなんだ、はい、なんか変な歩き方ですよ。いや普通だよこれ。普通じゃないでしょ。だってなんかぎこちないですよ。ちょっと歩いてみる。なんかぎこちないな。何が違うんだ。普通手使うじゃん、はい、今度はこう手を使わない歩き方だね。これに手をちょっとだけこうやって、だから手つくとおかしいんですって。うん、普通はこうじゃん。こうだ。普通はそうですね。こう更新はこう、はい、うん、それはおかしくないですよ。これをこの更新のこの手の振りを徐々に横にやってみる。うん、横に。なんか昔ほらこういうなんかあったやん、更新で丸くにでよくやってんやん。はいね、これは右足つきながら手が下りる、はい、こうやってつきながら、はい、じゃなくて俺がやってるのは、うん、いやだからなんかおかしいんですよそれ。これはゴルフが上手くなるための素振りだって、歩き方。なんでそれをやるとゴルフ上手くなるんですか。これは上半身が右に行くときにもう左が踏み込む、うん、そんで左行ったら左に体重が乗るじゃん、うん、ウエットが重心が、うん、もっと右がつきながら上げて下ろして上げてこうなる。おお、これをゆっくり戻すと普通に歩くようになると、ついてから手が下りる、ついてから手が下りる、こういう歩き方になってくる。はい、ちょっとずれてるそうですね。ちょっとずれてるんですね。ねぎれを作る、うん、ああこれね簡単なようで みんなこうなっちゃう。普通の歩き方、はい、だから練習の方法いいのですよ。手を使わない、うん、手を使わないでこう振りする。それで左足ついた時にちょっとギューンギューンとこう腰を切りながらギューン、うん、ギューン軽く腰を切りながら、うん、まず下半身の動きを覚えるね。それに今度右手使わなくていい。左手ついてから下ろす、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 これをやる、はい、あとは右手は簡単にこうここでインパクト。初めてこれをやってみる。ほうほうほう。で俺ら散歩行くとこうやって歩くんで、いつも。じゃあ横断歩道ここまでです。はい、信号青になったら言いますから。はい、信号青になりました。よし行きます。おいやばいんだけど、それがゴルフ上手くなるんですね。そう、はい、これをやるんだよ。ほうほう。そうすると、はい、上半身と下半身のねじれってのよーくわかる、うん、うん。これは例えばクラブ持ってもこういう歩き方のすぐにトーン、トーン、上げながらもうついてくる、うん、上げながらもうついてくるね、上がってから下ろすんじゃない、うん、これやると普通の歩き方の振りになっちゃう。はい、足がついてから降りてくる、上げながらもうつくの、うんうん、ね、すると、ね、上半身ねじるでしょ、うん、下半身はもう左でしょと真ん中がねじれるんだよ、うん、そうするともうそのパワーたるものや相当なものが生まれるんだ。ああ、じゃあ飛距離も全然出るってことですね。いやいや、この歩き方覚えたら飛距離なんか半端ないよ。はあ、うん。多分じんちゃんでもドライバーで340-350いっちゃう。マジっすか。嘘だよ。行くわけねえだろ。ちょっとクラブ持ってまたちょっと横断歩道、はい、まあそんなことないですけど、はい、信号が青になりました。ね、はい。突きながら。はい。ギュン。目線は動かさ。ギュン。ギュン。はあ。ギュン。ギュン。結構ね、お腹、腹筋使うから。結構、あの、ダイエットにもいいかもしれない。あ、いいですよ、いいですよ。ウエストが締まってね、うん。女性の方もちょっとやってみるといいかもしれない。これね、ちゃんと、盆踊りあるじゃん。はい。ね。こう、タッタタン、タンタタン、タッとこう、ついてから、パンパパン、タンタタン、タンタタンって言うの、うん。それ、できない人は、タンタタン、タンタタン、タンタタン。こうなっちゃうんだよ。ああ。これもだから盆踊りやるといいんだ、こうやって。はい。タッタタン、タッタタン。東村山。だからそっちの方が優雅には感じしますね。うん。こう大きくねじれるから。はい。これぜひ覚えてよ。はい。これを覚えたら、
相当ね、飛距離は伸びる、うん、もうだから上半身の力いらないってことだね、うん、手の力もいらないということ、はい、下半身しっかり腰から下が動けば上半身が連動してついてくるから、うん、どうしてもねこうグリップしちゃうと手に頼っちゃうんだよ、はい、手に頼らないようにね、この左肘もそうだし、はい、ね、体の正面でのターンもそうだし、うん、もうこれはもうお金使わないで家の中でできるんだから、うん、やってみー、はい、結構きついよ俺ちょっと痩せましたね、まあうん、ちょっとねそうでもないから今腹へこめてるから